ドルフィンウェーブ。あ、そうだけど。何その言い方。一人だからって何か。私はこうして一人でいたいだけ、それだけ。じゃあまた。なんですって、一人ぼっち。それは見過ごせないわね。か、この私、愛の伝道者ビーナが孤独にまみれた女生徒を救ってみせるわ。何を。まずは愛の抱擁よ。さあ、私の愛を感じなさい、墨の絵。は、離れろ。 おい、見てないで早く助けろ。明らかに不審者に絡まれてるだろ。学園内におかしな人が紛れ込んだら追い出すのも仕事じゃないのか。あら、あなた。止めるなんて無粋なこと、あなたはしないでしょ。あなたと私は同志だものね。共に万人に愛を伝えていくのよね。お前、こいつと同類なのか。そんなやつだとは思ってなかった、ドン引き。てか話せ。ズンケンしちゃダメよ、スミノエ。もっとすべてを受け入れて。すべては愛よ。愛とかよくわかんないし、とにかくくっつくな、熱苦しい。そんなに邪険にしなくてもいいじゃない。だってあなたは本当は愛に、余計なことは言わなくていい。これ以上喋るなら力ずくで口を塞ぐ。もういいや。行くよ、ビーナさん。ええ、共に行くわよ、スミノエ。愛の旅路、いざ行かん。いいから叫ばないで。変な動きもしないで、目立つから。今の見た？マジで今の何？サラキアのビーナっしょ？なんでうちの学園にビーナがいるわけ？つうか、シオンちゃんと一緒に帰んなかった？何あれ、あの二人知り合いだったわけ？名前で呼び合ってたし、めっちゃ抱き合ってたし。何？恋人同士とか？ウケるんですけど。っていうか、写真撮らなかったの？超もったいないって。ビーナと女子高生のハグ写真をさ、 SNS に載せたら鬼バズったよね。あ、そうか、言われてみたらそうじゃんね。こういうとこ抜けてるから炎上しちゃうんだな、私。コーチちゃん、センキュー。私成長したわ。今成長期だわ。炎上回避できたし。炎上神回避ってタイトルでブログ書こうっと。私たちが辿った軌跡です。あ、駅前で誰かが私に手を振ってる。え、そのままこっちに近づいてくる。あのテンションの高さはイルカかしら。でもイルカにしては背が高いし、ずいぶん大人っぽいような。ミッチー、こんなところで会うなんて奇遇じゃない。ビーナさんじゃないですか。
ちは。初めて会ったあの時からまた会いたいと思っていたのよ。ここでミッチーと会えたのも何かの縁。私と共に愛の片道切符を買って愛の道を邁進しましょうね。どういうことか私よくわからないんですが。とにかくまずはハグからよ。ぎゅーってしてあげる。はい。ビーナさん、すっごくいい香りがしますね。抱きしめられると頭がクラクラしてきます。おはようございます。いえ、具合が悪いとかではないんですが、特殊な疲労が溜まってしまって。昨日駅前でビーナさんに捕まってずーっと抱きしめられてたんですよ。ビーナさんの胸元はとても心地がよくって、とってもいい香りがしたんですが、さすがに小一時間も抱きしめられると疲れが。気がつくとギャラリーも増えてましたし、今日の個別指導はキャンセルさせてほしいって師匠に伝えに行かないといけませんね。授業が終わったら帰って休みます。そうか、みちるくん、実は僕も同じことを考えていたんだよ。僕も疲労が溜まっていてね。今日は休ませてくれないか。え、師匠もですか？どうされたんです？私が個別指導をお願いしすぎたせいですか？いや、教えることは僕にとって苦にならないよ。むしろ楽しませてもらっているぐらいだ。僕の疲労の原因はね。うむ、とても美味しい魚料理を出すお店がこの辺りにあると聞いたのだが。アイス？こんなところで出会うなんて奇遇じゃない。僕のことをアイスなんて呼ぶ人間は一人しかいないよね。ビーナ、何をしているんだい？私も食事に来たけど、その前にここでアイスに会えたのも何かの縁。私と共に愛の大海原に船出し、愛の道を邁進するわよ。というわけで、小一時間ほどビーナに抱きしめられてね。私と全く同じ。師匠にもそんなことが？昨日イルカがうつろな目でふわふわのお胸って言ってたのもそれが原因なんですね。神出鬼没のビーナのことだ。今後もどこかで法要被害が起きないとも限らない。ビーナのパートナーであるセレナに話を通して自粛するよう説得してもらおうか。セレナは大体アトリエにいるだろうからね。ビーナよりはアポイントメントが取りやすいだろう。ビーナさん、会うなり問答無用で抱きしめてお話を聞いてくれなさそうですもんね。私たちが辿った軌跡です。だということか。筋の通らない話でもないな。それに興味深い。もう少し詳しく聞きたいから座ってくれ。できればシュネーが右だ。そっちの方がいい。
え？あ、はい。失礼します。師匠、セレナさんもなんていうか、あの、なかなか変わった方ですよね。そうかい。まあ理屈を超えた感覚を持っている、そんな人間であることは間違いないだろうな。まあそれはいいとして、早々に本題に入るとしようか。君のパートナーであるビーナに我々はいささか迷惑を被っている。なんとかならないものかね、セレナ。迷惑、まあそうだろうな。だが難しいな。ビーナはプロフィールを明かしていないだろ。それには理由があってだね。それは誰も知らないからだ。私ですらどこに住んでいるのかも知らない。あれの神出鬼没ぶりに振り回されているのは私も同様なんだ。そうなんですか？練習するときはどうやって連絡してるんですか？本当に必要としているときにはそこにいるんだよ。まあ気まぐれに来ることもあるが、何者にも縛られず自由に振る舞うのがビーナの長所と短所、その両方というわけだな。逃げようが求めようが彼女には関係がない。気まぐれな女神に好かれたと思って諦めるのが一番だ。うむ、つまりこういうことかい。ビーナに好かれた以上逃げる方法はなく、捕まったら抱きしめられるしかないと。さすが天才少女、理解が早いじゃないか。理解はできても納得はしかねるよ、セレナ。同じくです。何、そう悪い話でもないと私は思う。あの愛至上主義者が旗迷惑な存在だということは私も否定することはできないのだが、彼女は見込みのある人間を好むんだ。芸術だろうがスポーツだろうが。ビーナに見染められたということは神に愛されていると言っても過言ではないよ。美人に言い寄られるというのは本来嬉しいことだが、ああも度が過ぎるとな。気持ちはわかる。どうやらセレナに説得をお願いするのは無駄なようだね。ビーナと連絡をつける方法もなさそうだし、ビーナ自身が行動を改めることもないだろう。今回は諦めて帰りますか？その話をするためだけに時間を取ったわけじゃない。私からの話も聞いてくれないだろうか？セレナさんから私たちにですか？ビーナが目をつけて愛を注ぐということは、君たちには特別な何かがあるということだ。嫌な予感がするね。あの旗迷惑で気まぐれで愛欲にまみれた彼女だが、私は彼女にインスピレーションをいくつももらっている。つまりビーナの愛を全身に受けた君たちが私に新しい光をもたらしてくれると私は信じている。まずは採寸から始めよう。次に、とにかく手を動かそう。セレナさん？用事もある。そろそろ帰ってもいいだろうか？まあ、ありきたりな話を聞いてやって、さらに情報を教えた対価だと思って諦めてくれ。うん、いいね。実にいい。協力感謝する。結局ずっと拘束されて、インタビューされたり、採寸されたり、服を着せられたり、ますますもって疲労困憊です。直談判は完全にやぶ蛇だったな。
ミーナとセレナは似た者同士だ。それがよくわかったよ。僕の研究ノートに太字で書き加えておこう。師匠、これを。極太のマジックです。ありがとう、ミチル君。